リズムを鍛える小曲3、そのイントロのリフなんですけれども、リフというのは1小節2小節というパターンが多いわけで、はい、これだったら1小節ごとなんですね。でこのリフはですね、この1、2がくっついてるんですね。つまり4分の4プラス4分の2で4分の6拍子が一つのワンクールになってるんですね。はい、4分の6拍子単位のリフが進むけれども、バッキングは普通の4分の4だったりすると、こういうふうなケースはスリリングさが増すという意味で、ロックではですね、常套的に使われるアイデアですので、これはしっかりマスターしてみていただければと思います。小曲3のリハーサルマーク C の1、2小節目。ここではですね、カントリーリックが登場します。どんなフレーズかというと、こんなフレーズなんですが、これですね、タカ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 という重力分ポンプがあったとすると、タタン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 タラララン、タタン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 っていう、こういうまあシンコペーション、重力分のシンコペーションになっているわけですね。はい、まあこの感じなんで、タタン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 っていう風に最初は口ずさんでですね、ちょっと練習してみるといいかと思います。小曲3のリハーサルマーク C の3小節目からですね、4個の単位のフレーズを3連符のリズムに乗せていくっていうフレーズが登場します。ですが、これが4個の単位のフレーズなんですね。これ16で弾くのは簡単なんですね。これを3連符で、これが大変なんですね。ですから練習はここだけ抜き出して16で弾いて3連符で弾く。例えばを通してですね、3連符を意識しながら4個のフレーズをそのリズムに乗せて弾いていくという、そこをですね、感を掴んでいただきたいなと思います。